スタートしままししたうちの各馬が比較的いいススターートにに見えます前段スカイさらにはリューデスハイムしかし間から押しながら往進ハーフ先手を奪うように桂の草薙とともに上がっていきましたその後外目に9番のポッドロゴつけました間4番のジーサイクロンがつけましたそして最内にコースを取った1番のホークフィールドその後にレグロスバーグつけまして後方2頭ですが竹の新星そして1番後ろから6番のマッスルバックという体型です。 1, 1。コーナーから2。コーナーへと各馬が入っていきました。7番のオーシンハーフ先手をバッテリードは1番新半2番手の位置ですが、3番前段スカイがつけています。外4分の3番審差8番カ桂の北のきついそうです。その後方うち1番ホークフィールド2番のリューデスハイムと人気。各馬外体半分差9番ポッドロゴ。その後方からは4番の g サイクロンが続いて向こう。上面の中ほどです。その外にはレグロスバーグ2。馬身後方ですが、ゼッケン5番の竹の申請後方から2頭目1。番後ろ

さあ現在先頭ですが7番のオーシンハーフリードがなくなってきたそして外から接近3番、前段スカイですそして外からは桂のの木と前3頭ほぼ眼光状態さらに外からすっと今ポッドロゴポジションを上げて4番手から3番手へと接近する構えを見せているそしてその後1番ホークフィールド2番のリュウデスハイム並んでいますこれは56番手というところさらに外、マクリオにレグロスバーグ上がってきた第4コーナーからさあ直線直線に向かって今度は3番、前段スカイが先頭に立ちました前段スカイが先頭に立って いるそして2番手からポッドロゴ前に接近するポッドロゴ間をついて1番のホークフィールドがじわりじわりと前に接近してくるそて2番のリューデスハインも足を伸ばしてくるさあ最内前段スカイ、前段スカイ相当からは4番の G サイクロン G サイクロン G サイクロンが捉えきってゴ輪ン直線抜け出した3番の前段スカイを捉えきりました4番 G サイクロンです乗り換わった川田優騎氏の手綱4番の G サイクロンそして先に抜け出した3番、前段スカイが2番手そして、その後9番のポッドロゴイカ続いています。